船堀橋船堀橋は荒川及び中川、旧中川に架かる東京都道、千葉県道5五号東京市川線の橋である。正式名称は新船堀橋、旧船堀橋が現存しないため船堀橋と呼ばれる。荒川の川口から 3.5km の地点に架かる橋で東岸は江戸川区船堀1丁目と東小松川4丁目を分かち、 西岸は中洲城になっている江戸川区小松川一丁目を通過し江東区大島九丁目に至る下流側で都営地下鉄新宿線荒川橋梁と並行し江戸川区側で首都高速中央環状線の下をくぐり同高速船堀橋で入り口を構造体に含む橋の総延長は1487.4メートルあり 東京都建設局が管理する橋の中では、最長の橋で、荒川に架かる橋では、上江橋に次いで、長い橋である。橋の総延長のうち、荒川と各間は524.05メートルで、中川との間に5.5メートルの橋台を挟み、中川と各間は169.75メートルである。橋角は一等橋である。上下線の間に、 幅0.5メートルの中央分離帯がある。橋面は1.5から2.0%の横断勾配が付けられている。右岸側の旧中川を渡る船堀小橋を含む右岸取付橋は半径500メートルの曲線や小松川地区に降りる長さ239.622メートルのランプを有する長さ559.97メートルの 単純合成後半桁橋及び単純箱桁橋の曲線橋である。また、災害時に防災拠点等に緊急輸送を行うための東京都の特定緊急輸送道路に指定されている。1996年7月4日荒川の川口付近に荒川川口橋が開通したことにより、船堀橋の荒川川口橋開通3ヶ月後の1日。 あたりの交通量が44,900台から48,800台になり、混雑が緩和された。船堀橋と日野出・新船堀橋は1969年12月15日工事に着手され、1971年3月観光し、同年7月17日に開通している。また、旧中川を渡る単純合成箱桁橋の ウガントリ橋は1949年7月6日着工され、1970年12月に観光している橋の施行は、低水路に架か,かる主景官を日本公館が行い、川景観は松尾橋梁が行った。また、ウガントリ橋の方は、陸上区間を桜田機械工業が行い、旧中川に架か,かる区間を三菱重工業が行った。 仮設工法は、ステージング工法や手延べ工法が用いられた。1990年に、橋の一部を、福音27.4メートルにする拡幅工事が行われている。現在の船堀橋が完成する以前は、400メートルほど、下流の陣や橋通りの延長線上であった江戸川区、船堀町から江戸川区小松川町を経由して、江東区、大島まで目標がかけられ、 1909年12月に開通された目標の中川大橋に接続していた。これが旧船堀橋である。1923年4月21日開通の RC 橋脚を持つ木下橋で、1924年10月通水を開始した荒川放水路の掘作に合わせて作られ、荒川放水路にかかる橋長518メートル、 福音3.6メートルの船堀大橋と同年3月12日開通した中川に架か,かる橋町141メートル、福音3.6メートルの船堀小橋からなっていた。この旧船堀橋は東京都内では最長の目標で荒川放水路に最後まで残る目標でもあった。旧船堀橋は1950年12月に橋町517.5メートル、 福音3メートルの目標形式で掛け替えが行われ、船堀小橋の方も同年に橋長140.8メートル、福音3メートルの聞けた橋形式で掛け替えが行われた。橋面は砂利が敷かれていた。この旧船堀橋は1966年10月2日に、だルマ線が橋に衝突して橋脚が、区の字に折れ曲がり、橋の中央部14メートルにかけて落橋する事故を、 起こしていた。昭和30年代より、旧船堀橋は2.0トン重量制限を課していて、同時に午前は西行き、午後は東行きの一方通行であった。なお、旧船堀橋撤去後も中川大橋は存続され、1975年に再可強されている。ありがとうございます。